柑橘トリステザウイルスは、クロステロウイルス属に属するウイルスの一種である。みかん属の植物に感染し、全世界で多大な農業被害を与えている。トリステザは、1930年代にこのウイルスの被害を受けた南米の農家が名付けたもので、スペイン語、ポルトガル語で悲しみを意味する。ウイルスの媒介は主にミカンクロアブラムシ、トクサアプターシュトラサイダによる。 柔軟な感情ウイルスであり、長さ2000ナノメートル、直径12ナノメートル程度である。ゲノムは19.2から19.3キロバイトの1本、鎖 RNA で2種類のタンパク質で構成されたカプシドに包まれる。このゲノムサイズは基地のウイルスの中で最大級のもので12のオープンリーディングフレームと17のタンパク質がコードされている。発火した ハステムピッティングダイダイ、またはダイダイを代議とした、オレンジグレープフルーツライムマンダリンオレンジなどに、感染する。アグラプシスチェバリリーアフレイングルパニカラタパメバーリス、ミシャニスヒメミナリの時計層バッシュフローラクリシリス、などでも感染が確認されている。分布域は、未完族の樹木が生育する、あらゆる場所に及ぶ。症状は、ウイルス株、外部環境、 縮主によって大きく変化するが、三つの主要な症状が知られている。衰弱。代々に継ぎ着されたオレンジマンダリンオレンジグレープフルーツなどで起こる。衰弱に伴って葉の発火や立ち枯れが発生する。症状が現れてから腰までは、早くて数日だが、遅いと数ヶ月数年かかることもある。後者の場合、代儀との接着部の上部が膨らんだり、 代儀の樹皮化が空洞化したりすることもある。ステムピッティング。ほとんどの宿主において現れるが、特に大々に接ぎ木した場合に起こりやすい。幹や枝に溝が現れ、樹勢や収量が低下する。この症状は、一般的に、強毒性の株によって引き起こされる。苗木の応変。これは代々夏代々レモン分担などで起こり、葉が応変して枯死する。 この症状を引き起こす CTV の強毒系統は、イオ予ンの果実に海洋トラフ病を引き起こす。古典的には、病変部をライムに次期摂取することで診断される。ライムにおける症状は、非常に特徴的で、葉脈のコルク化に続いて、葉が発火しカップ状となる。強毒株では成長阻害や、ステムピッティングも現れる。他の診断法としては、部に、クロス、 バンディド・インクルージアン・ボディーズが出現することや、電子顕微鏡を用いてのウイルス粒子検出、ダズ・エライザ・ PCR などを用いた、タンパク質、RNA などの検出が挙げられる。CTV の存在は、支部組織に限られるが、アブラムシ類はその興奮で支部を貫くため、ウイルスの媒介者となる。中でも、ミカンクロー・アブラムシは、CTV を最も効率的に連播させる。 フロリダでは、以前には、ワターブラムシエイフィスゴシピーが、最も主要な媒介者であったが、1995年に、侵入したミカンクロアブラムシは、この種より6から25倍効率的にウイルスを伝播させることが分かった。ワターブラムシの宿主得意性は低いため、別種の植物から吸収した時点でウイルスは、失われてしまう。だが、ミカンクロアブラムシは、主性が高く、 容易に有志型となることからウイルスを拡散させ、安いと言える。米国では以前、ワタアブラムシ、ユキアナギアブラムシ、エイフィススプイラコラコミカンアブラムシ、トクサアプターアウランチーのみがウイルスを媒介していた。ミカンクロアブラムシの分布域は、本来はアジアに限られていたと見られる。だが、20世紀初頭には、ミカン族の電波に伴って、オセアニアアフリカ、 南アメリカに分布を拡大しており、その後中米、カリブ海諸国へも広がっていった。1993年にはキューバ、1995年にはフロリダに達している。アブラムシは30から60分以上の休憩によってウイルスを保有し、その後24時間は感染力を維持する。ミカンクロアブラムシは最もウイルス電波力の高い種で、他のアブラムシによって媒介されない。 強毒性の株をも媒介することができる。この種と比較すると、綿油虫の電波力は78%、雪柳油虫コミカン油虫は0から6%程度と試算されている。だが、雪柳油虫はかなり高密度で生息することがあるほか、コミカン油虫はウイルスの特定の株を電波させることが知られる。代々を代議として用いることは、 農業上一般的であるが、このことが重症度を増加させていると見られる。また、感染したホギを継ぎきすることによっても、大義へとウイルスが伝播する。柑橘類に感染するウイルスとしては、経済的に最も被害の大きいものである。大々大義のスイートオレンジが育たなかったことから、もともとは南アフリカに分布していたと考えられている。1910年代からは、南アフリカ。 1930年代からは南米、1950年代からは米国、1970年代からはアルゼンチン・ブラジルで被害を広げており、現在までにおよそ8億本の木が枯死したと考えられている。北米、中米ではミカンクロアブラムシの分布拡大に伴って被害が増加しているほか、スペインでは4000万本を超えるオレンジマンダリンオレンジが被害を受け、 生産が低下し続けている。日本では第二次世界大戦後に広島県で発生した発作の萎縮病が CTV によるものであることが判明したのを皮切りに、ゆず、夏みかんなどに被害が報告されるようになった。日本で広く栽培されている、うんしゅうみかんは CTV に対し大病性を有するものの強毒系統のウイルスをほ、毒するため、広く生息する。 ミカンクロアブラムシによりウイルスを拡散させてしまう。最初の発見時には感染樹の隔離が最善と考えられていたが、今では極少数の木が感染した場合のみにしか行われていない。米国ではミカンクロアブラムシの侵入後、感染獣は全て破棄されている。ウイルスが存在しない地域に限れば、軽症、継ぎ木、熱処理による無ウイルス補給の利用も実用的である。 ウイルスが存在する地域では、代々の代わりに、ウイルス抵抗性の代儀を用いるべきである。古くからウイルスが存在したアジアでは、カラタチサンキシトラススンキシークワーサーなどの代儀が使われてきた。トロイヤーシトレンジスウィングルシトラムロなどの交雑種も、ウイルス抵抗性を示す。ステムピッティングに寛容な補義品種を用いることもできる。弱毒性株の事前接種も効果的である。 この場合、ホギに対しても移植の4から6ヶ月前に摂取が行われ、温室において、アブラムシの非存在下で育てられる。だが、この方法は汚染された中間第二条に高継ぎする場合には、十分に機能せず、殺虫剤でアブラムシを減らし、ウイルスの再感染を抑えることが必要となる。米国では、雪ア,アブラムシに対する生物のお役として、 アジア産の寄生蜂が用いられていたが、ミカンクローアブラムシの侵入によってこの施策は停止された。フロリダにはアブラムシに寄生する玉バエ科の昆虫が存在するが、この種によってもミカンクローアブラムシの流入を抑えることはできていない。ありがとうございます。